東京府出身の大倉官僚。銀行局長。東京都立日比谷高等学校、東京大学法学部を経て、1954年、大倉省入省、大臣官房秘書家族。同期入省者は、久保田博岡崎を、長岡総夫、矢沢富太郎、森拓也などで、同期から、時間は出ていない。 大臣官房の銀行局担当審議官の時、政界対策友軍として、米里博銀行局長の下、新銀行法成立に尽力した。また退官後には、時の寺村信之銀行局長のか、金融システム維持のために経営危機が言われていた、兵庫銀行に対して、大倉、日銀共同で再建に乗り出すこととなり、大倉 OB の吉田が寺村の要請もあり、 兵庫銀行社長に就任、後1995年経営破綻により、最後の社長となった。兵庫銀行社長就任までの経緯は、1992年8月、長谷川博雄有会長が辞任し、後を引き継いだ、山田実社長も辞任、平銀筆頭株主の住友銀行が、救済合併を二度拒否。そのため、大倉省、 日銀主導で再建を目指した。取引金融機関に、金利減免と返済猶予を求める日債銀方式で再建すべく、元銀行局金融検査官室長と、元日銀仙台支店長が派遣された。さらに当時火災流と、あだなされたこわもてないし強権的な寺村信之、銀行局長、それと、篠沢京介官房長との寺村、 篠沢ラインから、再建のためには、移行、が必要だから、元近畿財務局長、元銀行局長の肩書きがある吉田が壊れ、吉田も最後には諸条件をつけて、平銀の後始末をつける役目を了承した。2011年2月7日、心不全の試し去。78歳没。ありがとうございます。